さん、どこの大学出身なんですか、法学部って。私もさ、どこの法学部出身なんですか。お兄さん、それも言いたくないですか。どこの法学部出身なんですか。なんで喋んなくなっちゃったの、あの喋ってどうしたの。はよ、下げよ、身分証明してよ。わかりました。だから身分証明してじゃなくて、警察官かどうかが本当かどうか知りたいんですよね。さっきおっしゃったのそういうことですね。いや、身分を証明してほしいんだよ。うん、さっき違ったよ。だって警察官であるかどうか。いや、同じことじゃん。だから同じことだから、警察官かどうか証明するために今来ますから。警察署行けばいいじゃない。それでいいですよね。だってわかるじゃないですか。だから警察署行くかどうかじゃなくて、俺は身分証を提示してくれって言ってる、うん、だから、違う、お兄さんだって本物かどうかわかんないから嫌だって言ってるじゃん、ね、そうだよ。だから本物かどうかわかればいいんじゃないですかね。いや、それは身分証、うん、それお兄さんが言ってることですか。パトカーが来たら証明になります。ならないね。パトカーが偽物かもしれない、偽物かもしれないね。パトカー、パトカー乗って警察署行きましょう。そしたら信用できます。それは俺が行ってもいいって言った場合で、俺は行かない。なぜなら必要がないし、俺には俺の予定があるし、うん、それを妨げるのであれば、うん、職権乱用罪だな。職権乱用罪じゃないっすよ。お兄さんが応じてくんないじゃないですか。だってお兄さんが今ね、動画を、まあでも職権乱用罪じゃないと思うんだったら、やればいいじゃん。だから、もう14分で、いくらでも見せますよ。ちょうどパトカー来たんで。動画撮るのやめてくれたら全然見せますよ。だそれはやましいことがないんだったら別に記録されてもいいじゃん。ねえ、やましいことがないんだったら別に撮影されても困ることはないじゃん。やましいことはないですよ。もう口頭でお名前教えてるんで、口頭でせめてお名前ぐらい教えてくださいよ。ほら、とか来ましたよ。本当に。これでわかるじゃないですか。警察官ってわかるじゃないですか。どうも。あれ、動画は一般人映すと、なんかプライバシーとかある、あんまやんなほうがいいですよ。私たちお前さん映してもいいけど、うんうん、一般人映っちゃうから。いや、まあこっちもさ、はい、あんま囲まないほうがいい、あんま囲まないほうがいい、うん。で、今日どうしました。え、どうもしないけど、神田署の佐藤と申します。はい、何さんってお呼びすればよろしいですか。だから、やめてくれたら見せますよ。こんばんは。お名前、何さんってお呼びすればよろしいですか。聞こえてます。何も聞か答えたくない感じですか。答えたくない。いや、答えてもいいけど。喋ったじゃないですか。いや、あれ、あと一般人映っちゃうから、うん、動画あんまり良くないです。